こんにちは。北大昆布店長の松下幸一郎です。我が家では海鮮丼に黒とろ昆布をかけて食べます。刺身の部分にとろ昆布が絡むと最高に美味しいですね。この黒とろ昆布と刺身の部分の組み合わせ、驚愕の美味しさです。どうぞお試しになってください。